毎年大人気の高知県の名物、カツオのたたきのコーナーです。目の前で豪快なわらの炎で焼かれたカツオのたたきを味わおうと、販売開始前から長い列ができていました。今年の海の市山の市2015マニワには、中四国を中心に9つの府県、116の団体がそれぞれ自慢の特産品を携え昼前に集まりました。オープニングではイベントを主催する海の市山の市マニワ実行委員会の会長を務める太田昇市長が、今日一日ゆっくり楽しんでこの地域の名産を味わってくださいと挨拶した後、実行委員会の石賀久志副会長が地域連携宣言を読み上げました。農林水産業をはじめとした産業の振興と観光の振興、またそれぞれの地域おこし活動に全力を挙げて取り組み、この地域の飛躍的な発展を目指すことをここに宣言します。そして開会を祝って盛大に餅投げが行われました。それでは参ります。どうぞ。真庭市は中国自動車道と米子自動車道、岡山自動車道が通り、東西南北を結ぶ交通の要の場所です。海の市山の市はこの交通の便を生かし、日本海から太平洋までを結ぶ市町村の豊かな海の幸、山の幸が一堂に会するイベントで、今年で20回目を迎えました。会場には特産品やご当地グルメを販売するテントがずらりと並び、訪れた人たちが次々と買い求めていました。真庭市からは特産品の販売だけでなく、真庭市地域おこし協力隊の活動や真庭市を PR するブース、木工体験、ドライフラワーのリースを作りを楽しめるコーナー、ジャージー牛の乳搾りが体験できるコーナーも設けられました。申し訳ない。大丈夫です大丈夫です。この乳搾り体験コーナーには、母牛の隣に今年の8月と9月に生まれた子牛3頭も来ていて、訪れた人たちはその愛らしい子牛の鼻先を優しく撫でていました。一方、ステージでは20周年を記念したイベントとして、川上小学校の5、6年生の有志らが国指定重要無形民俗文化財の大宮踊りを披露し、会場を盛り上げていました。